も楽しむしご飯の時間ですよ。今日はですね、ヨロンのクジラカフェさんにやってきております。台風なんですけれども、ちょっと見たらね、空いてましたんで、初のクジラカフェさんで何を食べるか分かりません。メニューも知らないんで食べるか分かりませんけれども、美味しそうなのを選んでふっと食べていきたいと思います。今日もめちゃめちゃ楽しみです。行ってきます。店内の感じがめちゃめちゃおしゃれなだけじゃなくて、料理も全部おしゃれです。逆光ごめんなさい。持ち上げて食べちゃおうね。持ち上げて、いい香りだ。あ、いいね、美味しいね。いいわ、いいわ。結構黒胡椒がしっかり効いてる。結構俺が食べに行ってた。うん、待てか。辛いのは苦手なのかな。そうでもない、そんな話。おいしい。ちょっとごめん、やってみる。2つともかけてみる。島青唐辛子、本当はカレー用のやつなんですけど、島唐辛子。結構やっぱちゃんと辛いよこれ。これいいな。有限会社ヨロン物産。ヨロン物産知ってる？誰だってな。これいいね、これは。入れ物もおしゃれに作ってるしね。考えられたよ。映るように持って食べてるだけですよ。普段はこうやって食べないですよ。インゲン欲しいわ。これインゲンだわ。インゲンが一番欲しいわ。島のインゲン食べるたびに本当に思う。その人間美味しいよ。他のとこに比べても。一回お願いして、お口もらって食べてみれば。茹でても美味しいし、素揚げで塩でかけて食べたりしてもやっぱすごい美味しい。うん、あんま違いが分からんと思う。これ好きだな。あーいいね。
あんたっぽくやってないの、人間はやってないの。原宿やってるけど、たまにぼわっとしてる。ああ確か、ヒロアキのところがやってんの、うん、洋館200ラしっかり、あれランマーからね、それこそ、うちの店の前で会ったの、ね、久しぶりに帰ってきた3、4年ぐらい前かな、8年ぶりに帰ってきた福島に、足しゃる久しぶりっつって、走り走るっつって、T シャツをコピコってやるっつって、ここにインデンを置きました。足り走るっつって。最高の美味しかった。元気だな、あらんま元気だよね。最高。あんやはいるね。うん。あんた映画同級生か。違ったって。あ、そっか。あ、そっかそっか。3つ上か、いや3つ上だ、3つ上マサヤニア、マサヤニア3つ上、懐かしいな。てか今のうちに明日明後日の予定も考えた方がいいよ、マジで絶対飛ばないよ。どうも飛ばないと思わない。ヨロン沖縄行くだろ、ヨロン沖縄行くだろ、ヨロン沖縄行くだろ、沖縄には行く、沖縄には行く。ヨーグルトとかこの緑は何て言ったんですか、赤はファッション、表面はどうですか、あ、調味噌、調味噌、調味噌、健康に、調味噌は健康にいいって言ったの、お茶なんかにもして売ってる、美味しい美味しい。コーヒーはゆっくり飲みます。今日は喋っていく空間なので、あ、ちょっと待って、僕とかダメなのかな、可能性。はい、ということで行ってきました、クジラカフェさんですね。僕が今日いただいたのがモリンガパスタ、何味か忘れたけどとっても美味しかったですね。あに行くのね、この台風でね、めちゃめちゃ海がね荒れてということなんですけど、これが晴れてたらとってもいい景色でな、中もおしゃれで、これデート観光の方にはぴったりですよ。2泊3泊する方なんかはね、一回こう寄ってきて、寄っていただけたらなって思います。僕も初めてだったんですけど非常に気に入りました。また接客も素敵な接客でね、ちょっとこの隙間から見えるかな、ちょっとだけ見えるかな、海が。
天気が良ければ満喫できると思います。ということでクジラカフェさん、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。